頭。あっちゃこいです。おじでーす。初段の検査会場に着きました。ちょっと眠い。やっぱね、朝早いよ。いや、朝早いですね。8時半からですよ。昨日までですね、はい、皆さんに稽古していただいて、はい、坂田先生、花田先生、はい、佐藤先生に、はい、指導していただいたのを全力で出していきたいと思います。緊張してきたんですけど、僕は眠い。やっぱこの朝の感じは小学校のソフトボールの大会を思い出しますね。それ小堀さんだけじゃない。ソフトボールやったことないない。これぐらいの天気でね、朝9時からプレーボールでした。早いですね。早いですよ、ソフトボール。子供会のソフトボールは早いです。信じられね。というわけで頑張っていきたいと思います。頑張っていきます。いきます。下ろして、はい、その1、9、1、はい、そう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 、こうそう、カモロンだ。ちょっとこっち倒れてよ。マスクにマスク。上は、はい。足を引きます。ごめん。大幅に乗って相手が突っ込む。はい。贅沢ですよね、独り占めで教えてもらってね。おお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 おカナオ先生のアシストがないとできないかなと思ってます。やっせ、やーイエーイ。入りすぎた、入りすぎた。動画見てわかる、はい、こうなってるから、これもうちょっと上げて、次に行きましょう。こっから外さない、はい、久しぶりに息切れを感じた。
ちゃめちゃ良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。終わりました。なんかね、はい、想像以上に大変でした。はい、あ、そうですね。ゼッケン吹っ飛んでったり。そうですね。落ちてましたね。見て取れたんですよ。全員合格じゃなかったですね。そうですね。結構合格率が立ち会いの時点で 92% とかですね。ですね。で、肩も落ちたんで、90% 切ってんじゃないですかね。切ってるでしょ、ね。80%やと思います。あの、欠席の人も含まれてるので、単純にその審査の内容だけではないとは思うんですけど。そうですよね。いや、意外と厳しかったと思う、ね、でも思ったのは、はい、大野北の先生たちの指導が細かい。そうですね、ありがたいです、本当に。あれありがたいですね。そこまで丁寧に教えてもらえてたので、他の方も見てると、うん、あれって思うことが多々あったんですよね。ねえ、おみたいな、あれいいのかなっていうシーンもありましたけど、ね、まあ、でも他の道場が悪いとかじゃなくて、はい、大野北の先生たちの指導が本当丁寧だったんだなっていうのが本当に改めて分かったというような本当ありがたい次第でございます。もう僕もこれで全国先生方にね顔向けていきますよ。そうね、指導されてますから。本当皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございました。師匠に報告したいのか。恒例の今回は出てくれるかな。お疲れ様です。お疲れさん。商談審査終わりました。あ、そう。はい、はい、お疲れさんでした。あ、合格しました。あ、王子は、王子も合格です。あ、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あと負ける先生だけやな。はい、なミスなかった。ミスなかったです。なかったですよね。ミスはなかったですね。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、次は2段やね。そうですね、来年ですよね。1年後だね。1年後ですね、頑張ります。いや、よかったよかった、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。じゃあ午後は、はい、マギエルということで。そうですね、もう僕らバトンつないだんで、はい、気が楽ですね。はい、マギエル先生到着しました。マギエルです。寝坊するんじゃないかとちょっと心配してました、ね、めちゃくちゃ眠かったんですけど、頑張っておきます。渋滞で来れないかもしれない心配しました。そっちの方が怖いですね。そうなんです。そんな中、朝は渋滞してるんですね。朝はすんなり、昼も混むじゃないですか。はい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 、はい、マキレ先生つくかなと思ってずっと。あ、私の心配だった。ずっとそうです。マキレ先生の心配してました。相変わらずなかなーって思って。相変わらず噛み合わないです。誰とも噛み合わない。誰とも噛み合わない。で、一応合格いたしました。はい、おめでとうございます。合格しました。やり取りしてて、はい、合格しましたかって言っても全然返事がないから、どっちやねんと思いながら。地味なサプライズ。サプライズですよ。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、まあでもこの勢いに乗って、はい、そうですね、バトンはつなぎました。ギル先生が簡単なるだけです。なるだけです。はい、頑張ってください。はい、じゃあ行ってきます。発祥の時もそうやったけど、左上段からこう持ってくる、ここじゃなくって、あ、前ね、打ち立てやばい。
力とスピードが全然やっぱ違いますね。あ、お疲れ様でした。めちゃめちゃ緊張しました。こんなに緊張したの久しぶりです。何人ぐらいいたんですか？ちょっと3段はね、30人以下でした。あ、こんなもんなんですね。3段はね、やっぱ2段が多くて。結果はリコプリー、おめでとうございます。おめでとうございます。これもね、大野北の先生様様。本当です。僕とマキエル稽古できたの本当もう数えるほどしかそう、松岡さんね、あ、そうですね、いただいてありがとうございました。少ない稽古でご指導いただきます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。本当に3段って全合格ですか？いやいや、全然結構落ちましたよ。あ、そうなんですか。あの実技の立ち合いの時点で74%だったんで、ええー、たぶん1人1人落ちてる方なので、はい、もう低いと思うんで、おー、結構2、3人は立ち合いは低かったイメージもあります。3人とも合格という。はい、よかったです。いや、よかったです。次は2段、4段は何年後ですか？3年後じゃないですかね。初段は1年なんで、来年また受けますね。1年間でちょっと頑張りたいと思います。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。応援もありがとうございました。皆さんありがとうございました。さよなら。